6月28日、水曜日の山陽新聞ニュースです。梅雨や台風に伴う大雨に備え、岡山市は28日、市内の土砂災害警戒区域で点検を行い、土砂災害につながる可能性のある山肌の異常や湧き水の有無をチェックしました。岡山市北区の万成地区にある休憩者地を岡山市の職員らおよそ10人が訪れ、 崩落の危険がある斜面の膨らみや落石の痕跡などを目視で確認しました。印象派を代表するフランスの画家、クロード・モネの代表作、水蓮を所蔵する倉敷市の大原美術館で絵のモチーフとなった水蓮が見頃を迎え、水面に浮かぶ可憐な花が来館者を魅了しています。水蓮は工芸館横の池で50株を育てていて、 今年は例年並みの5月中旬に開花しました。7月頃に最盛期を迎え、10月中旬まで楽しめるということです。岡山市にあるマスダ豆腐店は自社製の豆腐を使った創作料理を提供するカフェ、高槻を岡山市東区の複合施設岡山ガーデン内にオープンしました。2カ所目の直営飲食店で事業拡大を図るのが狙いです。 豆腐と鶏肉のつくねなど7品の盛り合わせに、雑穀米や汁物が付く、高きプレートなどを提供します。続いて、天気予報です。6月29日、岡山県南部は、曇り、ところにより、昼過ぎ、から、雨、で、雷を伴うでしょう。最低気温は24度、最高気温は32度でしょう。 岡山県北部は、曇り、夜遅く、雨、ところにより、雷を伴うでしょう。最低気温は22度、最高気温は31度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前10%、午後20%、岡山県北部、午前10%、午後30%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。